さんと、小田さくらちゃんがインフルエンザになってしまって、コンサートをこうお休みしてしまった公演があったんですよ。あったで、その時に、まあ、あの歌割りがすごく多いお二人で、私たちも頼ってるお二人なので、その二人の歌のパートとかをその日のライブはこう他のメンバーがカバーしなくちゃいけないって時に、私すっごいなんかそれすごい、ね、やっぱ怖くて、うんうん、でも後輩たちを見てると全然自信満々にステージに立ってるのがすごいかっこよかったから、なんでこんな先輩やってるんだろうってその時すごい思っちゃったわけ、うん、すごい怖いなって思っちゃってた時にステージ上でマーと目が合って、あ、ね、なんかあこんな近くに大丈夫だよマーがいるよみたいな感じで会いてくれる人がいるんだっていうのが、そう、私にとって10期ってなんか自分がどこにいるか分かんなくなっちゃった時にあゆみはここだよって指し示してくれる存在なのよ。でその公演が終わった後ももうドゥーもハルナもおー私たち頑張ったねみたいな感じでやれたのが、なんか10期ってそういう期だなって私にとって。でかたですね。あの鍵をね、鍵を閉めます。今から閉めますね。だこれはもう鍵を、あいみや今から鍵を飲み込んで、あの飲み込んで、あれなんだっけ、一年もうちょっと出せるかな。トムとジェリーのやつ、はい、え、トムとジェリー知らない？知ってるよ。知ってる、ね、よくさあの飲み込むじゃん、おうっつって、え、飲んでいいよ、はい。